もう五感も信用できない。自分の手で助けるしかない。つかさん、なんでいつも危険にさらしてしまうんだろう。なんで、なんでそこまで思うのに殺す方に行っちゃうんですか。大事なら一緒に生きていく方法を考えるべきじゃ。それも一種のエゴだろう。君が彼らの人生を生きるわけじゃない。君は彼らの苦しみを知らない。あなたもじゃないんですか。あなたも鬼の人生を生きてるわけじゃない。それなのに勝手に解放してやるなんて言って、人の人生を奪うなんて、優しいふりして下に見ないで。少し見直したよ。この状況で命乞いもせず自分の意見がはっきり言えて、相手の機嫌を損ねるんだからな。肝が据わっているのか、単なるバカなのか。別にどっちでもいいか。いるのはみんな鬼だよ。君と同じ。